なんで俺の方がしてんの。はい、なりました。お疲れ様です。一眼って何撮っても絵になるから、カメラマンの存在は消したい。綺麗な絵が撮れるのはもう結構当たり前だと思うので。はい、どうも皆さんこんにちは、アギアです。このミラーレス一眼とこのコンパクトデジタルカメラ、そしてそれとこの iPhone 14 Pro ですね。写りがどんだけ違うかって知りたくないですか。僕は知りたいです。はい、っていうところで、今回スペシャルゲストたちに来ていただいておりまして、お願いします。エブステの曲確かになるかもしれんみたいなというわけでですね、今回こちらのゲストの方々に来ていただきました。ありがとうございます。先ほどまでですね、あのケイスケさん、高澤ケイスケさんのチャンネルで、はい、コラボ動画を撮影させていただいておりまして、はい、そっちの動画では、焦点距離別の、まあ、撮影対決というか、そうね、まあ、カメラで ね、 そうですね、一眼で、35mm、50mm、85mm の、3つのバリエーションを、それぞれが使ってどんな絵になっていくのかっていうのを撮ってたんですけど、今回はそれのカメラが違うバージョンでやっていきたいと思ってます。簡単に自己紹介の方からお願いしてもよろしいでしょうか。はい、ビデオグラファーの Y2 です。よろしくお願いします。普段はですね、 SNS を中心にですね、旅コンテンツの方を発信しております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。タイミングがあれ。こんにちは、ヒロマクミと申します。普段は、フリーランスでフォトグラファーをしつつ、ポートレートモデルもしています。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。だいぶボリュームが小さくなったよね。さっきまでわーとか言ってたから。さっきカメラ見せていただいたら、思いっきり G マスターが。本気やな。最後、ケイスケさんお願いします。はい、どうも、ケイスケです。普段は、まあ、カメラとかガジェットとか旅のことを発信しております。もう、アキラ君とは何回コラボしてるので、皆さんも知っていることでしょう。はい、知らない人がおるわけがない。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どれを誰が使うかっていうのをちょっとくじ引きで決めていきたいなというふうに思っております。はい、じゃあこれを誰から引くかを決めていきますか。じゃんけんでいきましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。おお、強いな、じゃんけん。さっき最初はグー、じゃんけんぽい。あ、一緒や。あれ強いな。全く一緒。はい、じゃあゆうすけ君から楽しみに。はい、おー、おー、今回はミラーレス一眼は α7-4 とちょっといいレンズにはなっちゃうんですけど、これで 35mm、 はい、35mm で、で次僕ですね。はい、あきくんね。うわ、じゃあ俺がスマホだ。なるほどね、いいよ、スマホの真髄を見せてやろう。俺が写真歴一番長いんで。いやいやいや、怖い。14 Pro は、まあ、ローが撮影できるようになったんですよね。写真のこうフォーマットにあって、でそのローっていう、まあ、こういったカメラでも撮れるような同じようなフォーマットで、まあ、編集の幅が広いと。でそういうような、まあ、最新のカメラのスマートフォン iPhone14 Pro の技術を使ってもらいます。でこのコンデジ、僕 GR3X っていう最近、まあ、自分の中でマイブームで使ってるんですけど、こいつは、大体約 40mm 相当の画角になってます。で F 値は 2.8 ですね。で、センサーは APS-C なので、そこそこ、まあ、期待以上が見れます。順番は？順番どうしましょうか。撮影順番どうしましょう。もう一回じゃんけんするか。もう一回いきますか。はい、で買った順でいきましょう。はい、オッケー。最初はグー、じゃんけんぽい。おー、はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。おー、じゃあ俺先だ。スマホからないですからね。最初はグー、じゃんけんぽい。おお、じゃあ僕が2番手 で最後、はい、はい、まあちょうどいいですね。スマホ、コンデジ、ミラーレスの順番になっていきます。じゃあ10分間、はい、行きましょう。お願いします。というわけで早速やっていきたいと思います。これはね、ずっと僕がやりたかった企画なので、ちょっとみんなをいじめさせていただきます。はい、では10分間のタイマー測っていきましょう。はい、よーい、スタート。はい、じゃあちょっと奥の、あのもう黄色のここまで行きましょうか。ちょっと撮りながら久々に。あー、でも素敵、素敵だけど、あ、素敵すぎ、全然素敵だけど、普通に聞いてます、全然素敵。もう少し入っていただいて、あ、そうそう、その辺行きます。で、体はこっち向いて、少しこういう感じですね。少し見えた。はい、3、2、そうですね、3、2、はい、いいよ。さすが、久美さんのポージングがいい。あと8分です。はい、8分。早い。こういう座ってるカットもこれ。あ、
オッケーです。ちょっと上から撮りますね。はい、このまま。いいっすね、いいっすね。めちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいい。おお。全然。おお、すごい。素敵だ、ね。いけちゃうもんすね。いけちゃうもんすね。多分引きまくると iPhone はあんまり良くないような気がしてるから、少し天真爛漫な。はい。天真爛漫。天真爛漫な感じで撮りたいなと思っております。ので、桜吹雪吹いて。ああいいですね。ああ可愛い。素敵です。でくるっと。そうですね。こっちも。この辺ですか。超高級。いい感じですか？うん、この辺とかはすごくいい感じかも。おお、今標準レンズですか？今一応ここ使ったけど、まあ、基本的には標準で撮ってる。でさっきあっちのだけ、2倍。はい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 。今のところどうですか？手応えは今のところ何枚かやっぱいいのが撮れてる。一眼って何撮っても絵になるから、確かにそうとはならないけど、でも結構まあよく撮れてると思う。なんか命中率みたいなのが、あ、そう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 、それはそう。iPhone は低いかもしれないですね。じゃあそこのベンチのところに。はい。で、こういう感じで欲しいです。こちらから。あと2分半です。これで iPhone で十分なん撮っちゃったら、ケイスケさんはもうカメラ紹介しなくても大丈夫です。ガジェット系なのに。iPhone でいやーってなっちゃうかもしれない。いいですね。いいですね。空間選びめっちゃうまくなりそうですね。うん、あ、確かに。あとはまあちょっとこの辺行きましょうか。あと1分です。お。この辺で顔に光が当たる感じで。そうですね。この辺。カメラこっちだ。お、火が出てきた。オッケー。お、あれ、ちょうど今回も、お、iPhone の容量がパンパンになりました。お編集をかけて後ほど。ゼロ。終わりです。お疲れ様です。後ほど編集をかけて、もうちょっと準備しながら編集かけてるので。そうですね。まあローなんで、そうだよ、編集がね、醍醐味ですね今回は。というわけで皆さん、僕のターンなんでちょっとここからね、このコンデジでやっていきたいと思います。これね、12-13万円ぐらいのカメラなんですけど、もうね、めちゃくちゃいい感じで撮れるんで、ちょっとその辺楽しんでもらえたらなと思っております。では、タイマー、今は3、2、1、スタート。はい。これでも難しいけどな。むずいっす。むずいよね。もう1分経ってるからね。 AF がバグった。もう1分経ってるからね。1分経ってるよ。マクロになってるよ。斜めの方がしてんのよ。あと7分半でございます。7分半、7分半でございます。めっちゃ煽られてる。この辺で一回立ってもらって、はい、ただ立っていくだけです、はい、次、そしたらあの木に向かって歩いていく中で、はい、ちょこちょこカメラ見てもらったりとかで、はい、ゆっくりこの歩いていくアクションをもらって、はい、お願いします。あ、めっちゃいい感じ。コンデジで意識することとかあるんですか、撮影の時に。なんかナチュラルに行きたいんですけど、カメラマンの存在は消したいんですよね、できれば。おお、意識的な。でもナチュラルに行きたい。でも誰が撮ったんやろうって思ってたくないっていうのはある。なるほどね。でもできない。あと4分半です。やばいやばい。ちょっとこのベンチ座っていただいて。はい。なんか決める趣味かは、ちょっと一人で寂しいような雰囲気出したいんで。あ、そうですね。そっち系の方が。寂しそうな。あ、バッチリ。
あと30秒、30秒、20、15、あ、10、9、8、7、6、はい、5、4、3、2、1、はい、なりました。お疲れ様です。どう、いや、ちょっと難かった。コンデジって結構上がりのイメージがしにくいかも。確かに編集かませるとめっちゃいいんだけどね。編集かますとめっちゃいいんです、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。綺麗な絵が撮れるのはもう結構当たり前だと思うので、意識した撮影っていうのをやっていこうかなと思います。まあ、ただ撮るだけだったら、まあ、ちょっとできちゃうんで、はい、じゃなくて逆になんか今回はカメラをやってるってことで、カメラを持ってもらって写真を撮りに来た女性っていうテーマでちょっと撮影していこうと思います。なるほどね。急に持ってきてんな企画を。あいつちゃんと予習してきたんで、なので、まあ、全部じゃないんですけど、ちょっと一部このアイテム使いながら撮影していけたらなと思います。はい、はい、10分間いきたいと思います。よーい、スタート。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、最初は使わないです。で、ちょっとベンチに腰掛けてもらって、で僕後ろからこの背景と被写体として一緒に撮るんで、そしたらなんかまあ風景の中で佇んでる人みたいな感じで、はい、わかりました。いい感じ。おー、いい。めっちゃいい。基本的に、まあ、ミラーレス一眼とかすごいボケると思うんですよね。だけど、まあ、あえて最初はちょっとそのボケ感に頼らずに、ちょっと構図意識で色をたくさん入れようかなと思って、黄色と緑とピンクと青っていうせっかく晴れたんで、ちょっとそれを意識して今撮ってみました。ちょっとこれを手前に置いて、で被写体みたいな感じに。あ、わかりました。で、バックどっちがいいかな。今、太陽が、はい、ちょっといいよね。はい、残り7分半です。早い。あ、めっちゃいい。太陽がめっちゃいいですね。おい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 、恨まれてるね。出とる、出とる太陽。ちょっとそのまま、はい、ポーズをお任せしちゃいます。あ、めっちゃいい、めっちゃいい。やっとんのよ。やってんな。前ボケバチコン決めてましたよ。じゃあちょっとポッと、おー、いいですね。でね、そのまま、ちょっとせっかくなんで、はい、カメラで撮れてるようなシーンを撮ってて、はい、で今度この辺に撮ってほしい。残り5分です。5分です。ファインダー覗いた方がいいですか。あ、覗かなくて大丈夫です。そのままです。どうよ。前がバーンってボケてるとミラーレスやなっていう。なるほどね。この表現はこれしかできない。はい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 。感じは出てますね。めっちゃ綺麗。結構でも僕思ったんですけど、カメラが想像以上にこうつくて、女性はあの本物ですから、ね、雰囲気とは。あ、じゃあ GR にする？コンデジ。あ、まあでもよかった。じゃあ一回これ扱っちゃいます。はい。どうぞ。確かにコンデジとかの方が合うかもしれない。うん、カメラ女子になれる。カメラ女子になれる。似合うし。ありがとうございます。こちら、しつみさんのカメラです。はい、ごついっすね。セブンフォート1635の GM がついてます。めちゃめちゃがっつり。なかなかガチっすよね、これ。うん、あんまり女性では持てない重さだよね。そうなんですよ。残り3分で、待ってください。 OK、 ここの2人いいですね。ここで、あ、いいっすね。あ、めっちゃいい。近くなんで、はい、奥行き感あるところを狙いたいんで、うん、ちょっとカメラをさっきみたいに構える形で、はい、バチ。映像やってる人って写真やってもディレクションがバーって出るっすね。はなんかと思ったっす。やっぱアクションが絶対映像っているから、そのこうやってほしいっていう癖があるからか、こんな感じで決まってるっすね。その話で言うと、写真の人の方が構図は気にするかなと思ってて、動画の人の方が動きは気にするかなっていうイメージかも。うん、確かに確かに。それっすね。うん、残り45秒です。10秒、6、5、4、3、2、1、はい、
終わりです。お疲れ様でーす。めちゃくちゃ良かったです。できることがありすぎて逆に悩んじゃいました。逆にね。と限られてないっていうか、もう何でもできちゃうから、このからこそちょっと難しい。スムーズにやってましたけど。いやそうだよね。でもあんまりモデルさんに今回見せれなかったっていう、あーなるほどね。いや全然。はい、というわけで皆さんお疲れ様でした。めちゃくちゃお菓子食べてちょっとゆるい感じで最後お送りしてるんですけれども、僕結構コンデジこれ割と使ってたんで、なんかいい感じで撮れるやろうと思ってたんですけど、意外とちょっと難しくて自分の中では苦戦したなっていう、なんかコンデジ、まあ、このモニターにもよると思うんですけど、なんか上がりのイメージが湧きにくいっていうのが今日感じて、まあ、編集したら絶対ああいい感じやなと思うんですけど、撮ってる時に意外とテンションが上がりづらかったかなっていうのはありました。 iPhone でもカメラと同じぐらい撮れるんちゃうのって、あの意見あると思うんだけど、確かに別に画質的には撮れるし、撮れるシーンもあるなって思うんだけど、まあ、さっき言ったら命中率の話だよね。命中率、ここのところで一眼だったらめっちゃいろんな写真撮れるねってなるけど、 iPhone だったら1枚いい写真撮れるけど、まあ8割はまあまあになっちゃうみたいな、そんな感じはする。まあまあになっちゃうというか難しい。なんか今回アイテムとか持ち出して思ったんですけど、やっぱり絵が綺麗になる分作り込みもやっぱ大事な、例えば今回だったらカメラがまあめちゃくちゃ大きかったら、ちょっと被写体の人と合わないとか、まあストラップとかもそうですよね、だからそういった作り込みもやっぱ大事かなって思ったんですけど、やっぱでも iPhone とコンデジ見ててやっぱ動きやすそうだなっていうのはめっちゃ思います。確かに動きは早い、撮るまでが早い。確かにこちらの設定とか一体やって、しかもちょっと重たいから、なんかこうやってウイッシュを見ながらやってたんで、まあそこやっぱちっちゃいカメラの目線かなと思いました。確かに。逆に撮られる身としてどうでした？なんか違いました？カメラが違うことです。ちょっと身構えちゃうとかあります？確かに。いや、自分はもうまあ普段撮られ慣れてるっていうのもあるんですけど、なんか自分的にはそこまで大差はなかったんですけど、まあ撮られてる身としてなんか見ていてすごくみんな苦戦してたなっていう状況だった。それぞれ。でも普段やっぱ撮り慣れてない分、一眼を普段使われてる方が多いので、やっぱその分大変そうだなと思います。なるほど。というわけで、本日はねこの辺にしたいと思います。ケイスケさんの方の動画で上がってますので、はい、はい、上がってて、まあ、そっちもね同じぐらい見応えあると思いますので、ぜひ見てもらえたらなと思っております、はい、というわけで本日はありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。